シーフォックスはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はヨーロッパ及びアメリカ合衆国沿岸に生息する大型のサメ、オナガザメにちなんで命名された。マオナガシーフォックスは1943年11月2日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年3月28日に ロバート・ N ・ロバートソン夫人によって、命名、浸水し、1944年6月13日に、艦長ロイシー・クリンカー少佐の指揮下収益する。収益から2ヶ月後にシーフォックスは、ニューロンドの出港し、ハワイで、第282潜水艦部隊に合流。真珠湾には9月11日に到着した。10月4日、シーフォックスは、 最初の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。10月25日まで同海域で活動し、敵艦への攻撃及び大島へ攻撃を行う B-24 乗員の救助艦任務に当たった。10月26日、c ックスは敵貨物船に対して最初の攻撃を行う。その後南西諸島方面に向かい、11月8日に到着した。 到着当日、シーフォックスは、北緯31度10分統計129度41分、北緯31.167度統計129.683度、12 31.167129.683の地点で、両艦クイーンフィッシュと共に、敵戦乱に対して4度の攻撃を行い、合計11本の魚雷を発射。発射した11本は何発かが、 敵艦に命中し、貨物船二隻八千トンを撃沈したと判断された。また、十一本のうちの一本が円弧を描いて、シーフォックスの司令塔情報を通過したが、幸いにして、タリビー、タングのような陳事は避けられた。十一月十五日に紹介海,海域を撤収した。十一月二十四日、シーフォックスは四十九日間の行動を終えて、マジュロに帰還した。 12月20日、シーフォックスは2回目の紹介で、第17.19任務軍の一席として、ブルーバック、パファーとウルフパックを構成し、日本近海に向かった。途中サイパン島で燃料を補給し、部隊は護衛の紹介艇と共に不時着した、B、B-24 の乗員を救助した。12月28日、ウルフパックはサイパン島を出港し、 1945年1月1日に沖縄東近海の紹介海,海域に到着した。1月9日から10日にかけて敵艦と遭遇した。シーフォックスは2度の攻撃を行ったもののいずれも失敗した。その後連絡を受けたパファーがこの敵艦に攻撃を行い、第42号解剖艦を撃沈した。2月5日、シーフォックスは46日間の行動を終えて、 グアムアプラ港に帰島した。グアムでの修理の間にシーフォックスの乗組員5名が島に潜んでいた日本軍の攻撃により死亡した。3月8日、シーフォックスは3回目の紹介で南シナ海及び台湾近海に向かった。敵艦との遭遇は6度あったものの、実際に攻撃したのは4月1日の早朝。 ノームの中行われた3隻の貨物船及び4隻の護衛艦からなる輸送船団に対する1回のみであり、貨物船1隻に損傷を与えたと判断させた。同日深夜、クイーンフィッシュが緑十字船の泡丸を撃沈する。翌2日、シーフォックスは現場海域での生存者救助と積み荷の残骸回収を命じられた。 シーフォックスは生存者を発見することはできなかったが、積み荷を追っていたゴムシートを発見した。シートの一部を回収した後、シーフォックスは紹介を継続した。4月3日、シーフォックスの乗員1名が他の乗員によって撃たれるという事故が生じた。負傷者を起動する別の潜水艦に移常させようとしたものの、工程によって遮られ、 負傷者は紹介完了まで管内で休養することとなった。4月中旬には c ックスは台湾北西部沖で日本軍の対潜水艦船部隊に遭遇した。紹介機は夜間に多数飛行し c ックスの充電を妨げた。しかしながら日中は飛行しなかったため c ックスは浮上して急速充電を行った。 4月16日から17日にかけての晩、シーフォックスは、紹介会域を離れる。ところが、19日に、監視作具のトラブルにより死傷者が生じたため、サイパン島への帰島は遅れることとなり、4月26日に、サイパン島に到着した。5月6日、シーフォックスは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。修理を行った。 6月7日、シーフォックスは4回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介は、主として救助艦任務に割り当てられ、南鳥島付近で9名の陸軍パイロットを救助、10人目は小笠原諸島近海で救助した。7月29日、シーフォックスは49日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。整備期間中に戦争は終了した。 整備終了後、シーフォックスは、真珠湾へ向かう。2週間の停泊後、フィリピンで、第5潜水船隊に合流し、戦後の任務に当たる。スービック湾を拠点として、シーフォックスは1946年まで、フィリピン海域での作戦活動に従事し、1月12日に、本国への帰還の都につき、2月2日に、サンフランシスコ湾に到着。 オーバーホールを行い5月中旬に再び、真珠湾に戻る。第52潜水艦部隊に合流し、1940年代の残りは3度の配備が行われた。1946年の夏には中部太平洋で、1948年冬と1949年秋には西太平洋で行われた。1949年末に、 第13潜水艦部隊に配属されたものの、1950年1月には、第12潜水艦部隊に転属となる。半年後に、朝鮮戦争が勃発し、c ックスは、機雷敷設訓練、水雷訓練、砲術訓練、対潜水艦戦訓練に従事した。1951年9月2日、c ックスは西へ向かい朝鮮戦争に参加。 西太平洋への6ヶ月間の配備で、朝鮮海域での国連軍支援、日本海北部での対戦水艦船訓練を呼び、紹介が行われた。1952年3月、ハワイ諸島へ帰還した、C、シーフォックスは、沿岸での作戦活動を再開し、グッピーイーヤ回収の準備を始めた。 グッピー回収後のシーフォックス1952年10月15日、シーフォックスはメアアイランド海軍造船所で予備役となり、グッピーイーや回収が行われる。回収作業は翌年の春に完了し、1953年6月5日に再収益する。8月に新珠湾に戻ったシーフォックスは沿岸での作戦活動、訓練演習を再開し、 第71潜水艦部隊の一艦として、西太平洋への配備につく。1955年7月1日に、サンディエゴで第33潜水艦部隊に配属され、シーフォックスは8月1日に、部隊の帰還となる。南カリフォルニア沿岸での作戦活動に従事し、1年後に、第7艦隊との6ヶ月間の配備に向けて、西太平洋へ向かった。 その後、1969年までサンディエゴでの訓練活動と、西太平洋での第7艦隊配備を交互に行ったほか、1964年からは、西太平洋配備で、ベトナム戦争の支援も行った。1968年12月21日、シーフォックスは、最後の西太平洋配備からサンディエゴに帰還した。その後は、沿岸での作戦活動、 オーバーホール、訓練演習が行われ、1970年11月に退役が決定し、1970年12月14日に退役、同日除籍された。シーフォックスは1970年12月14日に、サンフランシスコのハンターズポイント海軍造船所で、トルコに売却される。トルコ海軍では、ブラックレースと命名された。官名は、 オスマン帝国の帝徳であるブラックレースにちなんだものであった。ブラックレースは対戦水艦船訓練の後1971年4月9日にサンディエゴを出港、新たな母校に向かった。ブラックレースは1971年8月8日にトルコ海軍において収益する。1996年にトルコ海軍を除籍された。シーフォックスは 第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を、ベトナム戦争の先行で4個の戦役賞を受賞した。ありがとうございます。